はい、えー、ついて CC コンポジットです。えー、これはですね、あの、わかりやすく言うと、描画モード。えー、これを単体で行うことができる、えー、そういったエフェクトです。で、例えばここにですね、今。 あると思うんですけども、えー、まあ、これ今いろいろとあるんで、描画モードなんですね。まあ、アドとか加算とか減算とかいっぱいあると思うんですけども、えー、例えば、アドにしましょう。加算ですね。そうすると、えー、同じ画像を2つ重ねたような、えー、そういった効果が出ます。えー、これちょっと比較してみましょう。はい。こちらの方で2つ画面重ねましたよね。そこでボードから、さっきやったアドですね。加算をやります。そうすると、これと、 これ同じなんですね。なので、2つのレイヤーを重ね合わせなくて、まあこれで同じようなものを重ね合わせて一つのエフェクトで済むといった、こうした効果が CC コンポジットの特徴です。